アンドリュー・ガードロックは、アメリカ合衆国、ジョージア州出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルスレーカーズなどに所属し、現在は、ユーロリーグなど世界各国のリーグでプレーしている。サウスカロライナ州のチャールストン大学のエーススコアラーとして4年間活躍。最終学年の2010から11シーズンには、平均23.7得点を記録し、2011年の NBA ドラフトでは、ロサンゼルスレイカーズから46位で指名された。ルーキーシーズンは40試合で起用されるも、シーズンオフの大量補強の煽りを受け、2012から13、シーズン開幕前に解雇。2012年11月2日の D リーグドラフトで、スーホールズスカイホースから指名され、同シーズンの D リーグの MVP に選出。2013年4月14日、 ロサンゼルスレイカーズは、コービー・ブライアントが左足アキレス腱を断裂し、シーズン前球が決定したのを受けて、ガウデロックと再契約。サンアントニオ・スパーズとのプレーオフでも全試合で出場した。2013から14シーズンはロシアでプレー。リーグ MVP に選出され、ユーロカップでも活躍し、MVP を受賞した。2014から15シーズンは、 トルコのフェネルバフチェユルケルでプレー。ユーロリーグでも活躍した。2015から16シーズンは中国の新疆フライングタイガースでプレー。平均22.1得点を記録。2016年3月9日にヒューストンロケッツと契約し、念願の NBA 復帰となった。2016年8月2日、マッカビテルアビブ BC と契約した。ありがとうございます。